こんにちは、よちこです。今回は金スマでやってたリュウジさんのレシピの炊飯器だけでできるタケノコの炊き込みバター醤油ピラフに挑戦します。材料はタケノコ、ベーコン、米、酒、コンソメ、醤油、ブラックペッパーです。ではでは早速作っていきます。